はい、オッケー。「思いを伝えたらいい」
してるんですよ。来ました。私で2回目で出させてもらってます。音楽活動して本当こう先月でやっと1年経ちました。まさかこんな何ですかね、素敵なメンバーとね出会ってこうやってバンドを組んでやれてるっていうことがもう本当今まで信じられないんですよ。家でずっと引きこもって弾いてましたもんで、はい、軽くメンバー紹介をしたいと思います。バイオリン、ガク、弾いてんだよ。チューニングをさせてください。最近あのチューニングが苦手でちょっとI'm gonna go.
ほど紹介していただいた通り、あの D スタジオさんでですね、あの M カフェっていうイベントを私主催でやらせてもらってます。今月は5月の23日にやるので、ぜひぜひ遊びに来てください。次の曲なんですけど、あの次の曲、手のなる声っていう歌なんですけど、あのなんだっけ、なんかこうお兄さんこちら手のなる声ってこう相手を挑発するような感じの曲に、でそして自分にも挑戦しているようなそういう曲になってます。でなんか意外とこれがいいねって言われたりするので、ちょっとよく自分にとって自信のある曲です。チューニングしていいですか？チューニングをしていいですか？私のあの足の小指もやられてます今。すっごい熱い。黒色最悪ですよね。大丈夫ですか皆さん。あ、こっちの人いいですね。影。若いっすね。さあ、準備が来ました。Stop.
次の曲で最後になります。今日は本当にありがとうございました。あの杉山ヘッドバンドレンジャーズの、なんでヘッドバンドレンジャーズなのか分かりますか？ありません、ありません。あ、一人つけてない人いる。みんなヘッドバンドつけてるんですよ、ごめんね。そう、あのヘッドバンドを私がいつもつけてるので、みんなでつけようってなって、そこからヘッドバンドレンジャーズっていう名前にしました。ごめんね。はい、次の曲なんですけれども、私の苦手な、ね、恋愛感を歌った歌で、こちょこちょって歌です、なんかこれも女の子目線で書いたんですけど、意外とこう男の子がいいねって言ってくれてすごく嬉しい、そん なんか意外な曲です。チューニングはしません、このまま。それでは今日は本当にありがとうございました。暑い中ですね、ありがとうございます。来てください、こちょこちょ。言葉たちを、ああまた
がとうございます。